モノマネタレントのリンゴちゃん35が24日までにインスタグラムを更新。7月22日から23日にかけて放送されたフジテレビの超大型特番 FNS27 時間テレビの中で初タッグを組んだお笑いコンビかまいたちの濱家隆一39との2ショットを公開した。この日、リンゴちゃんは夢のような現実の時間、 FNS27 時間テレビに感謝。と綴り、華やかにドレスアップした姿で濱家と身体を寄せ合い、ピースサインを決めた写真を投稿。また、2枚目には、スキンヘッドにサングラスといった男装姿の写真をアップし、サンプラザ中野くん様、とモノマネ元を掲載した。番組2日目に、SNS 上でプチバズりしている楽曲、ビートで逃避。 披露した2人。実はこの楽曲、濱家と元の木坂46の生田えり花26がマックを務める NHK の音楽番組メニュー101内で誕生した両者によるダンスボーカルユニット、マイくが昨年11月にリリースしたデビューデジタルシングルとなっており、 濱家が出演する番組内で半泣きで披露しては演者にいじられるという異色のプロモーションでじわじわと認知を広げてきたという経緯がある。27時間テレビの初日にはコラボプログラムと称して濱家さんと生田さんがビートで逃避を生披露したのですが、翌日はかねてより濱家さん好きを公言してきたリンゴちゃんが濱家さんの相方に NHK と富士テレビ。 曲の垣根を超えた大プッシュぶりには驚きましたが、最終的にウィックを取って断層化するなど、しっかり落ちをつけて本家との違いを見せつけたリンゴちゃんバージョンも、おもろすぎ W、リンゴちゃん濱家さん大好きだもんね。リンゴちゃんのイクちゃんポジには笑ったと SNSA で反響を読んでいます。こうした異例のプロモーションは、紅白出場の布石かもしれませんね。テレビ局関係者。 この旅移植の初タッグを組んだ二人の並びショットに対しても、なんかお似合い、リンゴちゃん、濱家さんと歌えてよかったですね。行くたえり花さんかと思ったらまさかのリンゴちゃん、めっちゃよかったよ。お二人とも美女がよろしくて、と、好意的な反応が寄せられている。近く、画像、夢のような時間、行くたえり花ポジリンゴちゃん、濱家と感激にショット。 売れっ子浜家とリンゴちゃんの器用さがうまい具合にマッチングした今回のコラボレーション。曲側はしてやったり